大変お待たせいたしました。本日はオンライン記者会見にお集まりの皆様ありがとうございます。こちらアイスのイメージに合わせた韓国のとある場所からお届けしています。それでは早速アイスのメンバーにご登場いただきましょう。お願いします。アイスのメンバー8名が揃いました。よろしくお願いします。それでは自己紹介をお願いします。僕たちはアイスです。はい、ツバハップです。筒井俊明です。竹野俊奈です。滋賀陸です。アクネハルセです。矢上亮介です。山本龍斗です。中村小太郎です。ありがとうございます。本日はこの場にて重要なお知らせがメンバーからございます。ではお願いします。はい、僕たちアイスは8月16日にビクターエンターテインメントからメジャーデビューが決定しました。僕たちのデビューシングルのタイトルはキャンディーです。アイスの皆さん、改めましてメジャーデビュー決定おめでとうございます。本日に至るまでの武者修行合宿も本当にお疲れ様でした。ではここからメジャーデビューが決まった際の気持ちやアイス結成の秘話などを一人ずつ聞いていきたいと思います。まずは山本さん、アイスの結成までの流れ、オーディション秘話があれば教えてください。はい、僕たちは去年の夏に募集があったメジャーデビューを目指すシングループオーディションに参加し選抜されました。ですが合格がすぐに決まったわけではなくて、最終選抜での選ばれたメンバーで仮のユニットを組み、合格をかけて活動してきました。仮ユニット活動がオーディションでもあったことはファンの方には秘密でしたし、こうしてメンバー全員が同じユニットになれるとは分からなかったんですけど、お互い競い合いつつも支え合ってここまで進んでくることができました。ありがとうございます。ファンの皆さんには、見えない形でしたが緊張感のあるオーディションだったんですね。それでは続いて千田さんに質問します。一番最初にそのオーディションの合格を伝えたのはどなたでしたか？はい、父にすぐ伝えました。ユニットで出演していたイベントが終わった後に伝えられたのですが、その場でメンバーとこれからの決意とか今の気持ちを話し合って一人になってからすぐ電話で連絡をしたのですが、家に帰ったら夜遅いというのに、お母さんが作ってくれた僕の大好きなオムライスが置いてあったのでとても嬉しかったです。ありがとうございます。ご家族にも支えられながら今の活動があるんですね。続いて筒井さん、アイスというグループはオーディションを経て結成されたグループになりますが、この8名で活動が始まると、決まった時の気持ちはどうでしたか？はい、僕と矢上は夏に行われたオーディションではなく冬にあった二次募集からオーディションに参加をしました。実はこの最終審査から合格発表、メンバー顔合わせまでが同じ日に一気にこう進んだので、すごいいろいろな感情で混乱もしたんですけれども、常にユニット活動していたみんなのことは見ていたので、自分もそこに加われることがすごい心強かったし、何より自分もこのチームを引っ張っていけるような存在になれるようにさらに頑張ろうと思いました。心強い決意ですね。では高村さんに質問します。このアイスという名前、ICEX と書いてアイスと呼びますが、このアイスにはどんな意味が込められていますか？はい、僕たちを愛していただけるファン、クーラーを精一杯愛すこと、メンバー同士で愛し支え合いながら進むこと、そして世界中の人たちから愛されるグループになるようにという意味が込められています。
アイスは氷を英語で書いた ICE と最後に X を書いてアイスと呼びました。この最後の X にはファンの方々や様々な出会いを掛け合わせて化学反応を起こしていくという意味が込められています。ありがとうございます。 X の意味が気になっているファンの方も多かったのではないでしょうか。とっても素敵な意味が込められているのですね。先ほどメジャーデビューシングルとして8月16日にキャンディーをリリースされることが発表となりましたが、矢上さんから、このキャンディーという楽曲を初めて聴いた際の印象を聞かせてください。はい、メンバー全員で初めて聴いたのですが、ポップでおしゃれで少しレトロでめちゃくちゃテンションが上がりました。不思議な音がたくさん散りばめられていて、聴いていてとても楽しい気持ちになれて、自分たちの歌声でも耳にした人を楽しく明るい気持ちにしたいっていうイメージが湧きました。ありがとうございます。アイスは、レトロトイポップという新しいジャンルをコンセプトに活動していくグループとなっています。キャンディーも、それを表現した楽曲となっているということで、皆様ぜひ楽しみにお待ちください。では続いての質問です。アイスのメンバーは先週から武者修行という名の合宿に行かれていましたね。竹野さん、このデビュー記者会見を韓国で行うことが合宿中にサプライズで発表されましたが、どんな心境でしたか？はい、メジャーデビューをするために自分たちのパフォーマンスを磨き上げるための合宿だと聞いていたので、こんなに嬉しい驚きと嬉しいことが待っているとは思わず、さらに海外って思いました。僕たちにぴったりなトイポップ感を感じられるロケーションにめちゃくちゃテンションが上がると同時に、やっとファンの方にメジャーデビューを報告できると思うと今日まですごくワクワクしていました。ありがとうございます。まさかのメンバーへのサプライズ発表、しかも韓国でのメジャーデビュー発表と、思い出に残る記者会見となりましたね。そんなサプライズ尽くしのアイスですが、まだまだファンの皆さんにもサプライズがあるんですよね、アクレさん。はい、そうなんです。僕たちはファンの皆さんにはいつも急で驚かしてしまうことが本当に申し訳なかったのですが、メジャーデビューに向けてこれからたくさんイベントを開催することが決定しました。初日はなんと今週末の日曜日6月4日に東京渋谷で行います。このイベントでメジャーデビュー曲であるキャンディーを初披露させていただきます。僕たちも合宿中のサプライズで知ったので本当に驚いたのですが、皆さんに会うための準備をたくさんしてきたのでお会いするのが楽しみです。あさってにキャンディーの初披露がなんと東京渋谷で見られるのですね。詳細は、この後すぐ、オフィシャルホームページにアップされますので、そちらの情報もぜひご覧いただきつつ、東京渋谷で行われるイベントはなんとどなたでもご覧いただけるフリーライブとなっているので、ぜひぜひお越しください。さて最後に、8月16日にメジャーデビューが発表されたアイスですが、これからのアイスとしての目標、夢は何でしょうか？はい、僕たちの夢はグループ名に込められている通り、世界中の皆さんを愛し、そして皆さんからも僕たちの全てを愛していただけるようになることです。そしていつか国立競技場に自分たちの力で立って、クーラーの皆さんと最高の景色を見ることが夢です。ありがとうございます。とても大きく素敵な夢ですね。必ずその夢をクーラーの皆さんと一緒に叶えてください。さてここまでアイスのメジャーデビュー記者会見を行ってきましたが、代表して志賀さん、改めて一言お願いします。はい、僕たちアイスは皆さんの応援のおかげもあって8月16日にメジャーデビューが決定しました。クーラーの皆さんの応援があってからこそ、僕たちはこれから先も夢に向かって走っていくことができます。これから先もずっと一緒にいてください。アイスの皆さん、改めてメジャーデビュー決定おめでとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
僕たちはアイスでした。